ビルヘルム・ホルツはドイツの画家、イラストレーターである。ミュンヘンの診療所入り口の壁画カールスルーへで生まれた。父親は医学の講師で、母親はメンデルスゾーン家につながる家の出身である。カールスルーへの高校で学び、1875年から1881年の間、カールスルーへの美術学校でカールグッソーやフェルディナント・ケラーに学んだ。 同じ頃を学んでいた学生には、ルートビヒホンホフマン、エトムントカノルト、マックス・クリンガー、ハインリッヒ・シミット・ペヒトといった画たちがいた。在学中から、南ドイツやスイスを旅し、1882年に、バーデン・バーデンやイタリアを旅し、パリも訪れ、アカデミー・ジュリアンで、ギュスターブ・ブーランジェや、ジュール・ジョゼフル・フェーブルに学んだ。 1886年から1888年の間、カールスルーへの美術学校で助手を務めた。1888年か1889年にミュンヘンに移り、1890年頃、ミュンヘンの美術家、グループ、アリトリアに参加し、1892年にミュンヘン軍流派の創立メンバーとなった。1890年代から夏は、 ミュンヘンの芸術家たちとバーデンビュルテンベルクのコンスタンツコのライヒエナウジまで過ごし、グスタフ・チェーン・レーバーやラーフェンシュタインとイタリアを旅した。1896年からミュンヘンの建物に壁画を描いた。1896年からパイやユーゲントといった雑誌に挿絵を描いた。ありがとうございます。